皆さんこんにちは。秋篠宮家の長男の悠仁さま、悠仁さまが学校の女子にせ腹行為、友達例の維持の実態とお気に入りと漏らす女性の正体や大激怒した典子さまの現在について紹介します。まずは悠仁さまさんの経歴とプロフィールから紹介します。悠仁親王は日本の皇族、御位は親王、継承は殿下、御印は鷹の巻、秋篠宮文仁親王と同妃典子の第一男子、秋仁の孫、徳仁の甥にあたます。姉に小室眞子と加古内親王がいます。皇位継承順位は父文仁親王に次ぐ第2位。住居は東京都港区元赤坂2丁目の赤坂御用地内にある秋篠宮邸。秋篠宮邸の改修工事に伴い2022年3月まで御家宮所に仮住まいしていました。悠仁さまに関しても宮内庁が学校生活などの近況に関する文書を公表したのですが、その内容がむちゃくちゃすぎるとして炎上。中でも高校になってから始めたばかりのバドミントン部で新1年生に指導するほどの腕前になられたとの報告には嘘くさい、ありえないといった疑問の声が上がることとなりました。バドミントン部でのご活動も充実していると伺っております。休み時間に自主練習されたり、仲間とダイナミックなラリーをされたりすることもおありのようで、技能も上達しているとお聞きしております。また新しく入った1年生にアドバイスをされるなど、部活動にも積極的に取り組まれているようです。通常スポーツでは自身のパフォーマンスを改善するためフォームチェックや試合の様子などをビデオで撮影し、それをチェックしてその後のトレーニングの参考にするというのが一般的ですが、なんと悠仁さまの練習中には写真や動画などの撮影が一切禁止になってしまったとのことです。どうしてもフォームのチェックや試合の様子などを撮影したい際には悠仁さまの様子を絶対に映さないという約束をした上で顧問の先生から許可をもらうそうなのですが、なんと悠仁さまの姿が少しでも写った写真や映像などのデータは全て問答無用で無理やり消去されてしまうとのことです。またその他にも大変困った問題も生じているとか、悠仁さまは2022年4月にバドミントン部に入部されたのですが、公務などのために練習を休むことも多く、入部から1年以上が経過した現在でもほとんど初心者レベルから脱しきれていないようです。そんな下手くそな悠仁さまでも新1年生への指導は率先して取り組まれているようです。ですが悠仁さまから指導を受ける新入部員の中には困惑を覚える生徒も少なくないようです。というのも実は悠仁さまは新1年生の女子部員、特に可愛い女子部員ばかりをあからさまに贔屓して男子部員には見向きもされないとか、さらに問題なのが一部の部員からはお尻や胸を触ってくるといったクレームも出ているそうです。これは大変困った事態だということで、顧問の先生が悠仁さまに話を聞いたところ、悠仁さまは俺は将来の天皇だぞ、文句があるのかなどと反論されたとのこと。こうした問題が生じたことで悠仁さまにはドスケベ王子というあだ名がつけられてしまったのですが、現在部内ではこうしたセハラ問題に関して調査が行われており、仮に事実であった場合悠仁さま強制退部となる可能性もあるようです。また週刊女性の記事では悠仁さまの修学旅行での様子が盗撮されネット上で拡散されてしまった事件についても報じています。語学友と共に充実した5日間を過ごされたと思われた悠仁さまだったが、ご帰郷後後味の悪い思いを抱かれているようです。というのも悠仁さまの修学旅行中のご様子がとある YouTuber によって拡散されているようで、該当の YouTuber は皇室に対する批判的な動画をアップしているだけに心中穏やかでいられないという、修学旅行の内部情報を独占入手というタイトルの動画には悠仁さまが参加された修学旅行のしおりや具体的な旅程だけでなく、学校関係者しか知らないようなエピソードや悠仁さまを隠し撮りしたような写真が複数収められています。それらの情報源が筑府の生徒であることも
明かされていました週刊女性が確認したところ、修学旅行の概要やスローガン、悠仁さまが写っている今鬼神城での集合写真などが配信されているほか、全体を通して悠仁さまがお一人で行動されていることが多く、ポツンとしていたといいます。なるひとくんと遊んでると僕たちまでいじめられるの衝撃発言。ところでなぜ悠仁さまの写真はこのように盗撮された上にネット上で拡散されてしまったのでしょうか。ある地区府関係者は次のように事情を説明してくれました。地区府入学時には悠仁さまずる入学してきたために必死に受験勉強をし、やっとの思いで合格した生徒からは嫌われていたようですが、どうやらそのように嫌われている状況は現在でも変わりがないようです。また入学後に悠仁さまの学校生活をサポートするという約束で共に地区府に入学した2人の生徒に関しても、悠仁さまと友達だと自分たちもクラスメートたちから無視されるということで、今では悠仁さまとも距離を置いてしまっているようです。2023年9月6日には悠仁さま、11日には典子さまとご家族のお誕生日が続いた秋篠宮家。典子さまのお誕生日の直前には秋篠宮邸の改修費用が50億円にも達したことが報じられ話題ともなりました。佳子さまのいわゆる一人暮らし問題が波紋を広げています。2023年6月30日になって初めて宮内庁が公に認めた一件です。秋篠宮さまが皇嗣になられるなどしたことに伴って宮廷の改修がスタートしたのが2020年3月だった。それに先立ってご一家の仮の住まいが2019年2月に約9億8000万円をかけて完成しています。一方で宮廷の改修費は約34億6600万円と公表されており、合わせると44億円を超える額が費やされていることになる。もちろん税金による支出です。宮廷の改修が終わってご一家が2023年3月中に引っ越される運びだったところ、佳子さまだけが仮の住まいでの生活を続けられることになった。前述のように仮の住まいといっても10億円弱の額がかかっており、職員の事務室として使われる予定でしたが、一部佳子さまの私室として使用されるように仕様が変更されています。佳子さまのプライベートの場所と職員の仕事スペースとが同じ空間にあることで、今週から工事が追加されることになったという宮内庁の説明によれば、経費節減のために佳子さまと眞子さんの部屋を宮廷に設けなかったということでした。しかし佳子さまが一人暮らしをされることで逆に経費がかさんでいるように思えます。そうでないならば国民が納得する説明をした方が良いと感じるのですが、なかなかそういった動きはないようなのです。今後秋篠宮家を担当する皇嗣職職員のために事務棟や倉庫棟、2つの車庫棟、そしてゴミ集積所の合わせて5棟が新築される予定だという元踊り寺、職員の事務室として使おうとしていたところ、佳子さまの生活スペースを確保する必要ができたため圧迫されたとみられます。入札金額は約4億7400万円とされ、一連の秋篠宮邸プロジェクトと合わせれば50億円近くになるとみられます。代替わり跡に改修された天皇ご一家のお住まいである皇居の改修費用は約8億7000万円とされており、改修費用の金額には雲泥の差があります。秋篠宮邸は延べ床面積が皇居とほぼ同じということもあり、両者を比べら何をどうやったら50億円もかかるのかといった厳しい意見も宮内庁の職員の間で飛び交っているとか、このように多くの人々が秋篠宮家に対して疑問や怒りの思いを抱く中、典子さまはお誕生日に発表された文書にて国民の怒りを鎮静させようと努め、秋篠宮邸改修費について金額が増加したことをとても心配しておりましたと述べられたのですが、こうしたコメントは国民の怒りの火に油を注ぐだけの結果となってしまったようです。ネット上ではこうした典子さまの無責任なご発言に関して白々しい言い訳がましいといった批判的な意見が数多く書き込まれました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。